お疲れ様です。ラットです。今日はですね、まあ、マルチの方、まあ、バルーンやっていきたいと思います。で、まあ、デッキが僕が使うのはこれなんですけど、最近すごいバルーン流行ってるっぽくて、その1番の、まあ、こちらのデッキがですね、テンゴッドがもうすでに展開まで上げたデッキ。で、この2番のデッキがもうすでにみかんさんがもう展開まで、まあ、これを使ってね、上げたデッキ。で、僕はここの天狗とみかんさんのデッキを両方使ったんですけど、なんか、自分に意外と合わないというか、結構難しかったんでね。まあ、これみかんさんのプリンセスを、この天狗とのね、マスケ採用っていうので、こちらですね、合体させちゃいました。なんかこれだと、なんか立ち回りがすごいむずくて、なんかペッカーの受けがないんですよ。マジで、ペッカーどうしようもなくて、ペッカーにボコられて、なえて、このみかんさんのだと、なんか火力的なのがなくて、なんかバルーン対決になった時に、なんかコウモリにザップ打たれて、ご飯となんかどうにもできないみたいなんで、終わったんで、まあそこを僕なりに考え、ここのプリンをマスケにしました。はい、なんで、まあこのバルーンでね、今日やっていきたいと思います。よいしょーで、そうだな、バルーン。なんでバルーン流行ってるんだろう。わかんないけど、わかんないけど、バルーンがめちゃくちゃ増えてる。まあ一発、二発入ればもう勝ちっすからね。まあディガーがあれば一発入ればずっと永遠にディガー削りとか、まあできますし。まあ。これディガーはないですけど、僕のは。二発入ればいいですからね。あれ？これアマちゃんだね。アマちゃんっすね。ヨーソローマスター。出た、解明結構前にしてたんだ。アマちゃんっすらの、アマテラス。ゲームイズの。ですね、これなんだよな、多分ロイホグコウモリのやつなんですよね。ファイボかな。あはー、おいしい。もうこれで落ちる、落ちた。オーゲン、やば。ただの脳筋だった。グッドゲームいっちゃってるよ。早い、やばい。お前ふざけんな。オッケー、いいアイスピー。で、ここはあんまり防衛したくないんですよね、僕からしたら。ちょいと痛い。こう、ランバー咲いた瞬間に工場とか来られたら痛いっていうのがあったんで、無視したけど防衛した方が良かったですね。まあ、いいか。逆サイは、まあ、コーナーいいで、マスケホバか。なるほど。で、雪玉。多分ロイホグじゃないのかな、俺。ギャングあるけど、まあ、ロリパパサイトも僕あれがあるんで。よし。で、雪玉で、オッケー。これ多分ね、僕、右上落とそうとすれば落とせるんですけど、守った方が早いっすね。でも、守りばっかしてると逆に良くないんで、まあ、攻めつつですかね。だから最悪キングマリ。キングマリだけどな、なんか怖いな。今のタイミングで攻めれたらめちゃくちゃ良かったんですけど、ランバーがもうなかったんできついですね。はい。ここ受けられますね、しっかり後ろから。ここの後ろから課題作られるのがすごい厄介なんですよね。よいしょ。でもこれは美味しい、これ美味しい。これでだってもう、バルビヨーンで終わりで、コウモリ OK で、このマスケをバイバイするけど2周目マスケが回る。 OK、 勝ったな。これ勝ったわ。溶けたら負けるんだよな。はい、いいよ、耐える。あと10秒、ファイブ3発。ロリーババだから、じゃあ雪玉か。いいよ、いい防衛していく。はいはい、ランバーで受ける。あはー、危ない。オーケー、グッディ、グッドゲーム。アマちゃんだ、なんか久しぶりに見たアマちゃん。なんかすごい最近見なかったですけど、ヨーソローっていつも言ってるアマちゃんですね。ヨーソローマスター、ヨーソローマスターってやばいけど、なかなかね。はい、で、そうや、昨日あれなんですよね、マジで。
昨日あれなんですよ、クラフロアドリームトーナメント見た方は、まあ、分かると思うんですけど、まあ、昨日の、まあ、夜ですね、そのクラフロアのプロ、まあ、元プロが、まあ、最強、まあ、その日のですね、昨日の最強立てかけて戦う、まあ、トーナメントがあったんですけど、8人のね、まあ、それどうだろう、結果とか言わない方がいいのかな。まあ久しぶりにやって、ただただめちゃくちゃ楽しかったっていう話なんですけど、でもやっぱ BO3 とかだとやっぱ本当にマルチとか全然やっぱ世界違いますね。めちゃくちゃ頭使うんで、なんかただただ楽しかったんですけど、その分疲れましたね。やっぱ本当に疲れた。まあ楽しかったからそれいいんですけどね。あ、これ惜しい。あ、治安、いや、お前やめろ、コウモリ一緒に、あー惜しい。これでも雪止まりでワンチャンスウィズ飛ぶ、オッケー。でこれゴリ押し一発いけ、いやー惜しい。アイススウィズプラスのラムライダー惜しいな、惜しいな、惜しい、惜しい。なるほど、はいはい。でそう、昨日あのドリームトーナメントがあった時に、まあいいかな、自分だけ言わないようにしとこうかな。なんかまあそのまあトーナメント終わった時ね、8人でみんなでご飯に行ったんですけど、まあ終わるのはちょっと早かったんで、そう8人でご飯行って、そのトーナメントなんで、まあ勝った人しか分かんない、勝った人しか決めてないわけで、なんかやっぱいつもそういうのがあった時に、じゃあ今日の最弱決めようぜっていうのがあるんですよね。で最弱決めれるのに、最後決勝が最弱決勝焼き鳥 VS 天狗と、これもひどい試合でしたね。なんかもう本当にその集まってたプロの中で2人だけあの7000いってないんですよ。それがちょうど焼き鳥と天狗で、やっぱ7000いってないとそういうことだよなっていうのを言いつつ、再開決定戦があったわけなんですけども、天狗といえばもうなんかジャイと最近バルーンしか使わないから、もう焼き鳥がそれをただただメタって、なんかもう意味わかんない、意味わかんないラムライダーディガポイみたいなの使ってて、なんかもうラムライダーハンター、ラムライダーハンターインドラメガゴバルーンみたいなの使ってて、もうただただ天狗とはそこにバルーンぶつけて、なんかただただボコられる試合っていうのをしてたんですけど、本当になんかひどかったですね、ひどかった。再会同士、本当にひどい試合をしてて、めちゃくちゃ面白かったですね。でもあそこ、まあ、うまいんですけどね。めちゃくちゃうまいけど、やっぱ、面白いですね。そういうのがあると。またモチベが上がりますね。モチベが。OK。はい。はい。押し、待って、これやばいですね。さてはやばいけど、ここでパパっていく。これアイスピーからのゴブリンでほぼ止まる。雪玉が気持ちいる。雪玉あるだけで世界変わる。あはー、爆破入ってほしい。てかこれあれだな、多分左をずっと攻めようとするとライドラープラストレンでワンチャン守られちゃうんで、僕は右を意識しないといけない。てかやばい、え、カメアイスピー、あー殴られた。お前ふざけんなよ、またボツ。俺いや、ボツにはしない。で、またボツって、たまにね、たまにあるんですよね。今日はもう、今日はないですけど。いや、マジで、なんかたまに動画撮り始めるじゃないですか。もう撮り始めた瞬間、初手負け、初手負け、初手負けみたいなのが続いちゃった時とかはもう、やり直す時はたまにありますね。いや、マジでなんかもう、今負けた動画出したくないですよね、気持ち。出しちゃうんですけどね、結局。で、これあれです。この僕のこの OPK っていう人、あのグローバル大会あるじゃないですか。多分その大会で多分やばいですよ、この人。ま、7、8、9とか取ってるんじゃないのかな。一桁3回くらい取っているかな。え、なんか、グローバル大会めちゃくちゃ上手い人なんですよ、これ。グローバル大会、ガチ勢の人っす、これ。なるほど。迫撃かな？ああ、やだ。ああ、嘘げんな。あ、これ、雪玉でキング起動できましたね。もったいねー。もったいない。もったいない。いや、なんだこれ。
メガゴン、リガー、ジャイプリ、あージャイサスペ、あはー、なるほどね。ジャイ出さないでほしいけどな、絶対出るよな。分かってたよ、分かってたよ。で、あえてザップ延命してんのか。あー、痛い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 。おい、危ねえ。え、ちょ、待って待って待って、ゴブリン間に合ってるし、今の。なるほど、ジャイプリ、ジャイプリライドラミゴゴだったかな。まあ、そんな感じですね。なんで、バルーンが多分結構通るんすよね。大体マスキきつい。普通にこれ勝てる。勝てる。普通にこれ勝てる。クロリババだけで、メガゴとか咲いてくれると、ファイボ。やば。そこにファイボ。なるほどね。いや、これ展開むずいな。ランババルーンしてもいいけど、これやる。ここで一気に攻めますね。おれ。あー待って、このマスケを延命できないのは下手。あーやばい、終わった。これどっからどう見ても終わったあと思うけど、言うてなんすよねすぐ終わったとか言うから、もう負けてないのに終わったっていうのは良くないですね。はい、いいボーイ、いい強ですね。これ両サイ削らしていくスタイル、まあ、なんだけど、こっからどう削るかっていうところですよね。もうランバー、8枚バルーンランバーで一気に通したいんですけど、やっぱ相手が対空ずっと持ってるんですよね、これ。なんかもうきつい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 。この対空2枚がすごいきつい。おれ。まあ、一発か。で、これ2周目とか来るのかな。いや、来ないか。で、ディガーが裏に、あー、なるほど。でも、スペルで終わっちゃう。やばい。オッケー、タイド。来た、来た、来た。隠す、隠す。はい、はい、はい。はい、ゴー、はい、ゴー、はい、ゴー。意外とこういうなんかね、しょうもない感じのこういう攻めが意外と通ったりするんですよね。あ、でもこれあれだ。僕、ディガーテルプロなんで。はい。ほれ。はい、プロ。オッケー。でも、ディガー当てたんだけど、負けた。もう待ってよ、俺のトロアギがマジでできない。トロがすっごい上がんない。やばいっすね。なんか今期これってもうやばい、めちゃくちゃうまい人。ほら789、そう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 。でもエアサーファーっていう海外のプレイヤーがグローバル大会1位3回も取ってるんで、それはもうただの化け物なんですけど、この人もこの大会ガチでですね。はい、いやー、おかしいな。トラがなかなか上がんない。マジで上がんない。なんか、なんでみんなトラ上がってるのに。みんな展開付近行ってんのな。なんでやろう。バルーンやめようかな。はい。ってな感じで、注意マルチ、まあ、勝てないんで、いいデッキを作りたいなと思います。はい。で、バルーンですね。まあ、バルーン。まあ、これ、テンゴットバルーン、みかんさんバルーン。1枚変えただけのパクリバルーン。まあ、よければどれか使ってみてくださいってなわけで、もう今日ですね、もう終わります。はい、あと、そう、僕言ってなかった、チャンネル登録がまさか7万人到達いたしました。皆さんありがとうございますってことで、これからも頑張りたいと思います。ではお疲れ様でした。